はい、皆さんこんにちは。今日も新しくなりましたスタジオワンセブン、これについての解説をしていきます。先日新機能ということで4つ5つのですね、新しい機能、こんな風に便利ですよというような動画をアップさせていただきました。大変たくさんの人に聞いていただきました。でもここからはもっともっと深掘りしてですね、実践的に一つ一つの新しい機能を検証していきたいと思います。ではやっていきましょう。今画面に音のデータがあるのはギターのストロークとアルペジオ、それを弾いたようなものです。実際は僕が弾いたんではないんですけれども、 UJAM のプラグインでわざとですね、速くなったり遅くなったり、人間が弾いたような感じで弾きました。先頭を見てください。今3小節の頭のところにこのようにピタッと合わせています。いいでしょうか。でも20小節あたりのところを見ると、このように波形と20小節目の先頭ですね、ここが合っていません。ですから今聞いていただくと、先頭の方は速さが3から5ぐらいの BPM が上下したりしてるぐらいなんですけれども、最後はリタルランドで終わっています。ゆっくりゆっくり終わってるんですね。ちょっと聞いていただきましょう。先頭の方は初心者の方では速くなってるとか遅くなってるがあまりわかりにくいと思います。では流してみます。はい、エンディングの方になったところで誰もが分かったと思います。ゆっくりゆっくりになっていったと思います。これをクリックを入れて聞いてみましょう。もう一度前の方から流します。この辺はいいですね。はい、狂ってきたことが分かります。はい、後半に行きます。はい、こんな感じに全く違うわけですね。通常人間が弾くとですね、こういうような演奏になるというのは特別おかしなことではなくって、ごくごく一般的なことです。これらはですね、今流行りの AI 作曲であっても、若干テンポがこのようによじれたようになるというデータもあるんです。そうなると、ここにドラムの音を入れようとか、ピアノの音を入れようとかとなった時に、これでは困るんですね。そういう時、初心者の人は聞き始めかもわかりませんが、テンポという言葉は大体知ってますけれども、テンポマップといってですね、そのテンポがどんな風になっているかというのを分析したラインというのがテンポマップと呼ばれています。スタジオワンの今回の7というバージョンは、これがとっても便利になりました。どのようにしてテンポを測るかと言いましたら、右クリックをします。するとここにですね、テンポ抽出というのがあります。もしここになかったら、オーディオの機能の中からテンポ抽出というのを選びましょう。選んでみます。するとこのようにテンポを抽出して分析を始めます。はい、これでテンポが抽出されたわけです。ここに白いラインがあるのがわかりますでしょうか。
この音楽の先頭はここだよというふうにラインが出てくれてるわけです。ですから、これをですね、4小節目から始めようとか思ったらですね、この線を4小節目のところにピタッと当てはめればいいということになるわけです。このように線を合わすだけでダウンビートの一拍目というのに合わせてくれるんですが、音楽というのは必ず先頭から演奏するという決まりはないです。ですから一拍目じゃないという音楽もたくさんあります。こういうギターなんかでも、チャカチャン、タッ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 とかいうような、チャカチャン、この部分が前の小節を食って入ると専門的には言いますが、そういうふうに前の小節から始まることもあるんですね。チャカチャンとか言ってから始まる。そういうような時にも、この白いラインはダウンビートのところに線が入ってくれるようになるわけです。僕はたまたま今回はそういう食って入るというのはやりませんでしたが、このラインがちゃんと表示してくれるので、この白い線さえ頭に合わせばいいわけです。さあ、これからやっていきましょう。テンポのトラックを表示します。ここでは時計のマーク、ここですね。もしこれが出てない人というのもいます。先頭のヘッドがこんな短かったら、このように隠れてしまいまして、ここを押せばメニューが出てくるというふうになったりします。はい。このようにテンポを入れました。今、120となってますよね。そして画面の下も120となっています。ずっと同じテンポということで、今は設定になってるんですが、このデータを上に上げるとですね、テンポマップということで表示ができるようになるんです。先ほどやりましたテンポの分析は先にやっておいてくださいね。はい、上げます。はい、見てください。こんな感じにテンポが速くなったり遅くなったり、ちゃんと分析してくれるというふうになるんです。このようにテンポを切り替えたらメトロノームと音が合うようになります。聞いていただきましょう。もう感のいい方は前と後ろだけ聞かせばいいと思うんですが、今日は初心者の方のためにも先頭から聞いてもらいます。はじめは 115.4 という速さから始まります。はい。このようになるわけです。必ずこれは小節の頭から変わっているのではなくって、この19小節あたりを見るとですね、もうこんなに複雑にテンポが変わっています。このように追従するということなんです。ですから、これにドラムを足してみましょう。ここに VD ソリッドという UJAM のドラムがあります。これを入れてみます。はい。このように入りました。ギターもかなりオーソドックスですので、UJAM Solid は万能型のどんな音楽にも合うようなグルーヴを持っています。ちょっと聴いてみましょう。ラッチというボタンを押してテストに聴いてみます。はい。ちょっと音が跳ねています。もう少し普通のリズムにしてみましょう。はい、このイメージでバリエーションを探してみます。
はい、今日はこんなオーソドックスな音にしてみましょう。ラッチを外します。本来はドラムですからフィルとかいうのを入れるんですけれども、今回はテンポがうまく合ってるということが主の解説ですので、あまりドラムを複雑に入れたりはしません。またソリッドの使い方というのを説明するわけではありません。ちょっと画面を小さめにしておきます。はい、ここにドラムを入れていきます。今自分が気に入ったのはレの音にある音でした。もう一度確認します。はい、これのキーボードの図の上側のところを引っ張ってくると入れれるようになります。はじめは場所は適当でいいですので、ドラッグ&ドロップします。はい、正確に入れるためにちょっと拡大をしまして、はい、正確に入ってませんよね。4小節のところ、これ上もちょっとずれてましたね。もう少し動かしてみましょう。はい、動かした場合はもう一度上に上げる方がいいです。はい、そうすると今ずれたのが分かりますよね。もう一度、はい、ちょっと前にやっておいて、はい、上に上げます。はい、ちゃんとずれましたね。もう一度先頭を合わします。はい、合わしました。合わしたらもう一度上げてください。はい、このようにテンポマップがいつでも再度設定できます。そして先頭に合わすんですけど、先頭に合わすような時はここですね、スナップをオンにしておく方が合わしやすいです。はい、これでバッチリ4小節目の頭に入りました。これは2小節ずつになっています。これをキーボードの D キーを押して複製をします。はい、ここまで来ました。最後だけエンディングというのを入れてみましょう。少し小さくて見にくいですけれども、ここの黒鍵の2つです。ちょっと鳴らしてみましょう。じゃーんとだけ鳴ってますね。はい、こんなタントントントンというのも入っています。これ合うかどうかわからないですけれども、これをここに入れてみましょう。ちょっとこの辺から聞いてみましょう。はい、なんとなく合わないですけれども、皆さん位置とかを正確に合わしてみて、一番かっこいいところになるように合わすといいと思います。じゃあこれでクリックを外して、今度はこのドラムを頼りに聞いてみましょう。はい、スタジオ1の場合、このように小さくなった時は便利な機能があります。画面にちょうど合うようにということで、この上のボタンを押すと、このように全体に広がります。縦に広がりすぎて嫌だなと思ったら、シフトキーを押しながら W のキーを押すと、このように縦だけ狭まります。じゃあこれで聞いてみましょう。はい、ドラムが最後釣れたようになりましたが、こんな時はどうしたらいいかというのをヒントだけ言っておきます。これはダブルクリックをしてですね、実際合わなかったタイミングの部分を
どこに入れるか、これを MIDI で調整すればいいということになります。エンディングなんかはこんな感じで若干合いにくいところとかいうのもありますので、編集していただくというふうにすればいいんじゃないかなと思います。では今日の本題ではないですけれども、コードを抽出してみましょう。上のところからコードトラックを選択しまして、そして下のギターサウンドを上のコードトラックに引き上げます。するとこのようにコードが分析されました。この機能というのはスタジオ1がとっても得意にしている分野です。ただしこれは今回の7の新機能というわけではありません。ここに Easy Keys 2というのを入れてみましょう。はい、Easy Keys 2というソフトを入れました。そしてちょっとこれは下の方にやっておきます。そして上のコードトラックを Easy Keys 2の方に引っ張ってきます。そうしまして、これをですね、スタジオ1の場合は一旦 G のキーを押して MIDI を結合します。さらにこの名前なんですけれども、僕もよくこの Easy Keys 2というのをとっても使っているので、これをですね、名前を変えておきたいと思います。はい、テスト11111とこんな感じの名前にしておきます。後から識別するのが分かりやすいようにです。そして右側のブラウザのファイル、これを見ていただきまして、僕の方ではデスクトップにこのような MIDI 書き出しというホルダーを作っています。ここに入れていきます。その時にこの MIDI をドラッグ&ドロップしまして、ここに載せますとこんなような画面が出てきます。下から2段目にカッコミディファイルとなっています。ここでオルトキーを押します。するとミディファイルの前に×印がつきました。いわゆるチェックをしたということです。これでミディファイルとして書き出しができるようになります。じゃあここで離します。そうしますと先ほどのテスト111ミディというのができました。このようにミディファイルを書き出しできると、次はこれをトゥーントラックの4小節目、上が4小節目から始まっていますので、これを4小節目に放り込みたいと思います。はい、そうするとこのような画面が出てきます。テンポとかは全く考えなくていいと思います。そしてちょっとモアをチェックしましょう。どんな感じの音かというのをここで聞いてみることができます。はい、これでインポートをします。そうしまして、このチャーンチャーンじゃ面白くないので、グルーヴというのを開けます。そうしまして、一旦クリアオールで全部初期化しまして、まあポップスの感じでいきましょう。そしてストレート、スタンダード、この辺を押してですね、音を聞いてみます。はい、いい感じですね。じゃあこれに決めましょう。そういう時はリプレイスミディというボタンを押しまして、そしてはい、これに入れ替えます。セーブチェンジ、ここを押しますとこのフレーズに確定されます。じゃあこれで演奏をすればいいわけです。ちょっと下の方にやっておきます。そしてここに MIDI のリージョンがありましたが、これは今いらないです。いらないですので、これをミュートしましょう。シフト M でミュートになります。そうするとこの Easy Keys のここに出ていますフレーズで演奏をしてくれるようになります。じゃあ鳴らしてみましょう。
またもっと違う弾き方をさせたいなと思いましたら、このフレーズを少し変えてみます。例えば、はい、こんなおとなしい感じになりますよね。これを先ほどと同じようにリプレイスミディというふうにしまして、これを選びます。すると先ほどとはちょっと違った感じになります。聞いてみましょう。このように楽器を置き換えることができるようになったのは、今日の前半でお話ししましたテンポマップというのを自動的に作れるからなんです。今までこれをやろうと思った時はいろんな方法があると思うんですが、僕はメロダインというピッチを補正するツールにこのような機能とよく似たものがあったんですけれども、それを使うのがでもややこしくって、初心者の人にはかなり複雑な操作に感じるというのがありましたので、僕は今回ですね、このテンポマップということをこの部分だけを切り取ってですね、皆さんにご紹介をさせていただきました。これからもスタジオワンセブンの各機能をさらにこのように深掘りして皆さんにお伝えできたらな、そんな風に思っています。では今日もご視聴ありがとうございました。またねー。